まあこれあのねあのたすき書きにね、えー、抵抗値をかけたらあ値が等しいということですけれどもう一つですねあのこの10オームの両端の電圧がね等しくなるようなあ条件ですねそれも一つ覚えといてほしいんですね。 はいえーっとね、回路を書き換えましたあの左側の図、ね、のようにあの10オームを、あのー、抜きました。これあの同じ電圧ですんでね。それでもう、まあ、短絡してもいいんですよ。だけど、まあ、あの短絡するとね、<laughs> 平行の,あの回路2つね、足し算せないからんで面倒くさいんでね。それでもう、あのー、回路を開いた状態で、えー、計算しました。それでね、これあのこういうことなんですわ。10オームのね あの両端の電圧がね同じになるということなんですね。あの2オームと4オームの回路と4オームと8オームの回路がねこれあのイッになるでしょ。あの日が等しいものですからあの電圧があの等しくなるということなんですね。そういうこともちょっとあの覚えておいてほしいんですね。